高橋遥と柳という両投手の先発で始まりました今日のゲームです。まあ、この高橋の立ち上がりなんですが、もう立ち上がりから終始安定してましたよね、今日はね。そうですね、はい。まあ、このようにしっかりと左バッターも抑えてという形。一方の柳の立ち上がりなんですが、まあ、今日はヒーローインタビューもありましたが、この島田がまずヒットで出た、さらに2番の中野との、まあ、どういう動きをするか放送席でも、ね、注目していましたけどね。そうですね、はい。ランエンドヒットがうまく決まって1、3塁、まあ、この動きがおとといの大勝したヤクルト戦と同じように、そうですね、はい、相手ピッチャーに影響を与え、まあ、ここはセカンドゴロなんですが、ちょっとここで張りが出たような、はい、近本の今動きがありましたが、セカンドゴロの間に1点を先制しました。でもヒットじゃなかったですけど、はい、いい働きだと思いますね。ですよね、はいはい。2回ノーアウトランナー1塁からロハスがライトへ、まあ、これもうまく、まあ、粘って持っていったというんですかね。そうですね、ベースヒットでした、はい。で坂本の当たり、ちょっと試合の中でやっぱり柳に大きな影響を与えたのはこのエラーということになりますか。そうですね、はい、石垣柳です。30にとってありがたい、はい、得点になりましたね。これで2対0、気落ちした柳から島田がレフトセンターフライを守る2点タイムリーツーベース。これで4対0。この一打によって4対0で完全になんかね、主導権を握れましたよね。そうですね、はいはい、大きな一打でした。4回の高橋のピッチングです。相変わらず上位打線もこう途中からますますなんていうんですか、タイミングは高橋さん合わなくなってきましたよね。合わないですよね。もう、まあ、こんな言い方したら失礼ですけど、はい、高橋君がもう余裕を持って投げてましたよね、はいはい、そんな感じに見えましたね、はい。6回ワンアウト一塁でピンチヒッター佐藤が起用されました。まあ、甲子園も沸いたんですが、まあ、ここはピッチャーゴロというところで、まあ、快音はお預けという形になりました。まあ、一方7回の高橋の投球なんですが、まあ、圧巻の、途中から1番に入っている根尾、まあ、この回は左が3人出てくるんですが、まあ、外の変化球にバットが空を切り、岡林はもうこのストレートに手が出ず、さらには好打者の大島もあの外の変化球でね、そうですね、キレがいいんでしょうね、はい、はい。まあ、牛耳った感じ、ますますゆとりが出ているという終盤戦でした。そして7回ワンアウトランナー2塁からロハス、これは本当に捉えたいい当たり、ライトセンターからタイムリーツーベース。今日はロハスのツーベースが2本、ダイソーを送られて、まあ、上機嫌でベンチで戻っていったところです。そして2アウトランナー3塁から高橋がおまけのレフトのタイムリーヒットというところで、これで6対0になりました。まあ、高橋のこの8回のピッチングも、ね、変わる直前なんですが、はい、渡辺も変化球で三振、右バッター加藤も絡んで三振、これ9つ目の三振ということになります。まあ、おそらく矢野監督の言葉もありましたが、まあ、多少大事を取ってという一つでの交代というね、そんな感じでしょうね。そうですね、はい。8回の佐藤のこれバッティングも見ていただいてますが、はい、うん、ここはレフトフライというのがあと一歩なんですけどね。そうですね、はい、ちょっとタイミングって言いますかね、指導が遅いのかなっていう気はするんですよ、はい。1打席目の変わって、はい、初めての打席の空振り見た時にですね、もう完全にちょっと遅れてるんですね。あ、まあ、今ちょっとね、マウンドに一旦上がりながら変わった高橋の様子をご覧いただきましたが、小川がマウンドに上がりました。まあ、ちょっとフォアボールもあって、二塁一塁から岡林のこのレフトにタイムリーヒットを打たれました。まあ、当たりはさほどいい当たりではなかったんですが、まあ、これでいわゆる一本の矢を放つという一矢報いたこの中日の攻撃ではありました。6対1。まあ、最後ツーアウトランナー二塁一塁でピンチヒッターの堂上ですが、こちらは右方向へのフライ、セカンド木浪、芝生に入ってシングルハンドキャッチボールを取ったという、まあ、最後6対1のタイガースが逃げ切ったという今日のゲームになりました。まあ、小川にとっても、まあ、急遽の登板という形ではありましたが、最後タイガースは1失点。さあ、試合後の表情です。桐山アナウンサーに聞いてみましょう。桐山さん。